えとフェザー級に下げて、まあ、初めての、まあ、一発目か一発目で、まあ、どうなるかなと思ったんですけどコンディションもいつもと同じ問題はないんであとはやるだけって感じですね。コンディション的にも,もう全然こうライト級の時と遜色ないというかあないですねであとはまああの、まあ、水抜きをしてどうなるのかまあそこは僕もわからないんであそこは本当ぶつけ本番って感じですね。 まあ本当ストライキングがメインの選手でリーチも長くてまあ背丈も高いのでまあイメージはそこですね、本当にであの海外で練習をやられていたというのは耳にしているのでだからこう僕に対しての対策をすごいやってきているのかなという武田選手の方は萩原選手に対してこう対策だったりえ何かこう新たに取り組んできたことなどあったりするんでしょうか。まあ環境とか色々 全部今年の頭から変えて練習環境だったりとかっていうのもそうだしあと練習を行う時間とか、まあ、全部1から10まで変えてやってきたって感じですねなるほどではもう本当に新しい武田選手をこの試合で見ることができると思ってそうですね全部が変わってるだろうと僕も思ってるしみんなも思ってもらえたらと思います、ね、なるほどフェザー級転向一発目で萩原選手を指名した理由っていうところを教えていただければと思います え俺なんか喋ったっけな YouTube であと僕負けてて連敗をしててで、えっと、萩原選手も試合を負けてる状況っていうのを僕ちょうどディープの佐伯さんと一緒にいる時に話をしててでそれで、まあ、ファンサービスというかそういうつもりで宣戦布告というか。 やろうよっていうつぶやきをしたら気づいたら試合決まってたって感じですねいやジムはまだブレイブですねブレイブだけど今、えっと、ロータスさんとあとバトルボックスさんとあとクレイジービーさんの方で主に練習をやらしてもらってるって感じですねであとは、まあ、自分の持ち味をさらに磨きかけるためにも高校にあの埼玉栄高校に週1でレスリング行ってましたねそれ今年の1月からずっとやってたんで そこはやっぱり去年までの戦いで自分に足りないものを伸ばすために必要だというふうに考えてあレスリングですかそのあの練習環境の,その一新というところはどういう基準でそういうジムを選ばれたのかなとこのままだと上に行けないと思って先が見えないと思ってでそれでやっぱいつまでもそのまっ、あ、すぐあったかいんですけどブレイブジムって居心地がいい場所なんですけどだけどやっぱこう居心地のいい場所にずっといたとしても新たな なんだろうこう、まあ、模索ができないというかいろんなことをやっぱりこう経験するにはいろんな場所に自ら行くのも大事だなと思ってであとは、まあ、中村倫也選手にマクレージー日だったりとかっていうのもいろいろ練習どうとかっていう話をもらってでやっぱそういうのは基本的に全部文句「行きますお願いします」っていうスタイルだ でそれで練習に行ってすごいみんなあったかくて、まあ、練習もさせてもらって出稽古に行かせてもらってる身だけれども出稽古に行ってる感覚がないというかでそれでみんなもすごいレベルの高い選手たちがいっぱいいてでそこでこういろんな技術を教えてもらったりいろんな動きを教えてもらったりとかっていうことがあったんで今の僕にはすごい必要だなと思ってでそれでいろんな場所に出稽古行ってたって感じですね。武田選手に対して階級を落とすののはまあ一種の逃げ というような発言もあったんですけれども、はい、そ,そこについてこうちょっと反論というかそういうういいい部分っていうのはございますか特になんかんっていうのもないしもともと僕はフェザー級で戦うっていうのはあの、まあ、今、ライト級でも21戦やっちゃいましたけどだけどこう海外を視点に視野に入れて考えたらフェザー級だなっていうのはプロになる前からずっと考えてて。 でそれでムサイフ選手とやる前かそのくらいの時からもう勝っても負けても次からフェザー級でやるっていうのは、まあ、自分の周りの人たちには話はしてたんでだから別にそのなんだろう今からフェザー級でとかではなくてあいきなりフェザー級に行くってわけでもなくて、まあ、ずっと考えてたことなんでだそれがやっと今に至るって感じなだけで別に特に何もないですね、うん。フェザー級のクレベル選手が 武田選手はこの試合勝ったら試合をしたいとおっしゃってたんですけども <laughs> まあもちろん今は萩原戦に集中されていると思うんですけどその先のどうですクレベル戦とかっていうの自信もある自信もあるっていうかそんなわざわざ強い選手が指名してくれるなんてありがとうございます。